はい、ということで今日のお題であるご報告です、はい、何を報告するんだ。いやいや大したことじゃない大したことじゃないんだけど、今インクステレビという形でね、YouTube やってます。でその中にいくつか番組がありますね、今年から新たに始めたのが、オフィシャルのスタッフのメンバーの釣りをアップしてます。で、まあ、ずっと僕がもう10年以上やってるレオンスタイルムービー、これにここ何年かやったのかな、ライブ番組ね、塾形式というか寺子屋というか一朝一夕という寺子屋と釣りは楽しんでなんぼというこう塾でチャットでのやり取りのライブ番組2本、それにまあ最近ちょっとアップが新しいアップがないんですけど、ワンポイントアドバイスのようなものね、あとショートムービーですかね、 PV 系の、ってあるんですけども、なんかね足りないな、なんか欲しいな、僕の中でモヤモヤしたものがあって、新番組をね立ち上げることになりました。新しく、はい、新番組でライブじゃありません、前もって撮影しておいてちゃんと編集して皆さんにお見せするものなんですけど、インタビュアーがいて、そのインタビュアーの質問に僕が答えるという形式のスタイルの番組です。でこれインタビュアーが考える質問もあるんですけども、基本的には皆さんがインクステレビのコメント欄にお寄せくださる質問の中から、専任のインタビュアーがピックアップして、でそれを僕に対してぶつけると、はい、なるほどインタビュー形式かと、そういうことなんですけどね、僕が一つこの新番組の中でね考えているスタイルっていうのは、なんかあんまり釣り釣りしたくないわけで、視聴者の皆さんがね釣りのプロである我々に質問をくださるときには、非常にこうストレートな質問ですよね。例えば、こんな竿はどういうふうに考えたらいいのかとか、このルアーはどう使ったらいいのかと、攻め方はどうなのか、まあ、つまり魚をより大きなのを釣るためにとか、よりたくさん釣るための方法を質問なさる方が多くて、我々プロもそれに対して自分が知り得る、限りのことをお答えするっていうことが多いんですけど、今回僕がやろうとしてるね新番組は、そこは少なめ、そうじゃないよ、そうじゃないよ、もう少しね幅広いです。なぜかというと、僕自身がね釣りに求めてるものは、釣果はもちろん大事なんですけど、釣果よりもっと大きい部分があるんですよ。それは何かというと、僕が釣りの中で求めるもの、まずはね文化なんです。これは例えば日本の釣りと西洋の釣りを融合したような釣り方ってのが僕好きで長らくやってきてます。でその和洋折衷の中に新しい世界観があったり、ルアーゲームなんだけど和が入ることによって非常にそのゲーム自体が深くなったりというね、そのカルチャー、そこの文化的な意義っていうのが割合僕なんかがね真剣に深く考えるタイプなので、それってあんまり表現してないよね僕ね、あえて抑え気味にしてるんですけど、それちょっと解放しようかなと、釣りのカルチャーを語りたいと一つ、それからこれはちょっと高尚な言い方になっちゃってあれなんですけどね、アートでもあるよね、釣りっていうのは瞬間芸術でもあるわけですよ、僕はよだからその瞬間芸術的なその釣りの素敵な部分を、少しお伝えできたらなと。それから釣りはアウトドアスポーツでもありますね、スポーツフィッシングの概念で、これも、西洋から始まった、まあ、ブラックバスなんかもそうなんですけど、西洋スタイルのスポーツフィッシングを踏襲する時代はね僕はもう過ぎたと思ってます。でこの日本のフィールドならではの、スポーツフィッシングの概念が新たに出来上がってもいいじゃないかと。でひとまずはねそんなものはないわけなんで、ひとまずは僕が思うジャパンスタイルのスポーツフィッシングの僕の勝手な概念もちょっとお話ししたいな、ね、そういうふうに思います。それからね、今の釣りに含まれるまた要素があるでしょ。例えば今日わざと着てきてますけど、こういうファッション、ね、いろんなファッションがあります。昔のもう
一目見て釣り人っていうのじゃなくて、機能的でありながらなおかつおしゃれである、まあこれおしゃれとは言わないんだけど、増えたよね、うん、特にこう山岳系のブランドのものをね、着る方がこの10年にわかに増えましたし、まあいろんなスタイルあっていいんじゃないかと。つまり釣りをするのもファッション面での楽しみ方もあるでしょ、ね、そういうことをねちょっと新番組の中でねお伝えしたいというか語っていきたいなと、うん、ということなんです。はい、ということでいつから始めるかねまだちょっと分かりませんが、まあこの1ヶ月内外でなんとかスタートできたらなというふうに思っているので、ぜひお楽しみに。で今日は最後に皆さんにねお願いがあります。この動画のコメント欄にですね、できるだけ多くの、ご質問ください。ずっと今まで例えばレオン角拓に対して持っていた聞きたかった質問疑問、こんなのもいいですし、今ご自分が釣りの中でもう一つわからないなと思ってふん詰まってるようなこと、困ってるようなこと、それでも構いませんし、全く手をつけたことのないジャンルや道具に対する疑問点でもいいですし、世間好感で巷で言われているような、まあある種釣りのその不文律であったり、なんかルールであったりマナーであったり、なんでしょうね、都市伝説であったり決め事であったりというものに対するご質問、まあいろんなもので、どんなものでも結構です。ぜひこの動画をきっかけにですね、そういったご質問をたくさんお寄せくださいませ。ということでね、この動画を、新番組のためのですね質問箱にとして考えてくださっていいのかなと思ってます。この動画のコメント欄へ、いろんな形のご質問ください。はい、でそのたくさんいただくご質問の中からインタビュアーがピックアップします。で番組内に採用します。で採用されたご質問をなさった方には、インタビュアーの方からインク製品の中のいずれかのね、記念のプレゼントというような形を採用していきたいと思いますので、ぜひぜひたくさんのですねご質問をどしどし、たくさんのどしどし重複してますけども、はい、よろしくお願いします。では番組スタートまでお楽しみにお待ちください。はい、いい子でした。